さに不況もどこ吹く風のパチンコ業界、今や27兆円産業、その勢いはとどまるところを知らない。そんな中、ここ数年で急成長を遂げ業界第3位となったのがガイア。すっかりおなじみとなったこのロゴ、それもそのはず、全国に90店舗を有する巨大チェーンなのである。今なお続々と新しい店舗がオープン、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。パチンコ自体がクリーンで健全なイメージに変わりつつある中、ガイアは企業としても人気を集めている。今年の入社式、そこに顔を揃えたのは総勢382名の新入社員たち。その多くは有名大学から大志を抱いて門をくぐってきた。まあ、今年の視点目標としては24から、まあ場合によっては30近くまで視点が可能かなと。まあ、1店舗作るにはやっぱ社員の構成が30人あるいは40人という形にやっぱなってきますから。店舗が増えればそれだけ人員も必要、同時に出世のチャンスも膨らみ、能力次第では2年で店長にもなれる。この男はガイアが躍進する以前から会社と運命を共にして9年。あのドリンク置く場所決まってる、大丈夫？ドリンク置く場所、はい、ドリンクの、あと避難経路、現在完全に確立されたシステムを基礎から築き上げ、快進撃の原動力となった男。方法はいいけれども、すり合わせが足らない。ガイアの若き司令塔、渡辺直之営業推進部統括部長。今年3月、大阪道頓堀、関西進出へ動き出したガイアは道頓堀のど真ん中で勝負に出た。オープン前の最終チェックに訪れた渡辺統括部長。やっとできましたね。1階2階と地下1階の3フロアに設置台数はパチンコパチスロ合わせて1178台。それでパチンコ激戦区に堂々の参入。大手パチンコチェーンもひしめく道頓堀、その中の一軒にガイア出店の反応を聞いてみた。これからの営業は厳しくなるんちゃうかなっていうのが、これはっきり言わせてください。負ける気はしてませんし、負けませんね。アキンドの街大阪での戦いは始まっていた。すぐ近くの店はガイアの看板が見えなくなるよう目隠しの垂れ幕。僕たちでもやりますけどね。いうことですね。さらに新聞の折り込みチラシにも明らかにガイアを意識した広告、客は渡さんと言わんばかりの文字が踊る。渡辺統括は周辺の店を視察。他店もうちは出しますせとばかりに様々な策を講じている。もうだからある意味ガイアって活性化された。そうですね。他の店も常に今までない動きをしてますんで。で梅田店もそうなんだけど、もちろんガイアも負けちゃいない。これまでの成功のノウハウをもとに作戦会議。稼働がちゃんと来てくれるでしょう。大阪の場合は1週間が勝負って言われてるんですよ。オープンから1週間の間にどれだけ要するに告知したかでかなり知名度が変わってくるので、ここを全部踏まえた形でガイアは大々的な広告戦略を打つことに。新聞のチラシは奈良市に入れた。歌い文句は南の怪物。周辺の駅や電車の車内でも大々的に宣伝。去年阪神ファンが飛び込んだ川の脇にも新しい看板。店頭には道行く人の目を引く巨大モニターを設置。これらがまさにガイア流。店内でも着々と準備が進み、あとはオープンを待つだけのはずだった。ところが道頓堀店オープン前夜、渡辺統括の店内最終チェックが入ると事態は思わぬ方向へ。あれ大丈夫かこんなの。
これやばいよ。なんだこれ。すぐに店長が呼ばれる。お疲れ様です。オープンまだしてないのにお客さんがまあこんな状態で座らせたらダメなの。はい。これここじゃないでしょう。こんだけまぶいつけだし。遊戯しました。遊戯して終わりました。立って。もう負けたって言った時に立ち上がった瞬間にここでこんな硬いところが脳天をカツンとやると取れる時ありますから、ね、これは全て付け直し。グランドオープン記念ディスカウント景品ですね。グランドオープン栄養ドリンク。なんだか雲行きが怪しくなってきた。そして致命的なミスが。ドリンクホルダー逆。これこっちにつけたんだっけ。ガイアではスロットのドリンクホルダーは左側につけることが決められている。なぜなら右側だと開けた時お客さんにかかってしまうから。確認しなさいよ。それ自分がそう思ったんじゃなくって。90店舗ここについてるのは何あなたの考えだけどこっちになったら、もしここがそれが正しいんだったら全店舗に変えるべきだろう。そしたらずっとこれ決まってんだと決まりを崩すなから。明日ちゃんと営業できるのか。こんな状態でもう明日オープンさせませんから。これだったらちょっとすごいですね本当に。オープンできる状態に全くなってない。このままだとオープンしたらお客さんに不愉快な思いを与えます。だからすり合わせが足らない。前日でこれ本当やばい。スタッフ総出での作業が始まった。渡辺チェックに引っかかった点は全て修正。オープンは8時間後、間に合うのか。早牛道頓堀店。じゃあ今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。午前10時開店と同時に店内の1178席は全て埋め尽くされた。満員御礼。空席は見当たらない。あちこちから景気のいい音が鳴り響く。通路にはドル箱の山。出玉の状況は随時渡辺統括に報告される。回ってんね。ちなみにね、運回り昼の午後3時ぐらいなんですけども、すでに今1000万突破してるような状況ですので。道頓堀では新参者、リスクを負わなければ勝てない。近隣の店はガイアから客足を奪うため時間をずらしてオープン。道頓堀は終わりなき戦いに突入した。だがガイアの司令塔は一つの店にだけかかりっきりになっているわけにはいかない。常に次の展開を睨んでいる。全国制覇に向け次なるターゲットは同じく関西、兵庫県川西。現在営業中のパチンコ店が物件として出た。早速視察。全国各地に情報網を張り、いい物件が出ると渡辺統括がすぐに駆けつけ調査を行う。早速会社へ報告。あ、お疲れ様です。ですね、今物件の方をちょっと見たんですけども、場所的には全く問題ないと思います。間違いなく、お客さん入ると思いますので。そうですね、はい、ゴーしていいと思います。1週間後現場では早くも解体作業が始まった。物件の契約などガイアの持ち物になるまでの手続きの時間を考えると恐ろしい速さ。施設営善部ではすでに図面も完成していた。あらゆることが同時に動き出す驚くべき機動力。これこそ著しいガイアの発展につながっている。しかしまだ一つだけ決まっていないことがあった。それは新店舗の店長。兵庫県の初進出のですね、兵庫の1号店になるような店で重要なちょっと位置づけがありますので、まあ、この辺に関してはちゃんと人選していかないと兵庫も失敗することできませんので。とはいえ腹積もりはあった。
渡辺統括が向かったのは神奈川県大船。この日グランドオープンする大船店。おあどうですか。そうですか。大船店を仕切るのは入社4年目28歳の若き店長増田康弘さん。トラブルとかに関してもね、今日のオープンのため連日死に物狂いで頑張ってきた。オープンを迎え意気揚々のこの男に渡辺は白羽の矢を立てた。いきなり統括に呼ばれやや緊張気味。関西圏にどんどん進出したいんですよ。で僕たちの第二の柱として関西っていうのももちろん考えてるっていうのがあるんで、まあここまで頑張ってもらったんだけども、はい、あの兵庫、はい、川西店、はい、移動をかけようと思っています。本当はやらせてあげたかったんですよ、ね、かけててここまで準備で苦労してあのここでねじゃあはい移動っていきなり言って、はい、いいのかなと思ったんだけども、で移動のね、はい、日程なんだけど明後日。どうだろう。まあでもその部分はあるんですけども、なんとかはいやっていきたいと思います。頑張って。固い握手を交わしやる気満々と思いきや、川口ってどこなんですか。え川口ってどこなんですか。川西。川西それどこなんですか。兵庫県です。兵庫県です。兵庫県ってどのあたりなんですか。地図ないですか。不安なし。確かにオープン当日に移動の事例を受けては動揺もする。すぐにスタッフに挨拶。明後日から兵庫の川に、ね、川西。兵庫の川西。はい。え、ね、ね、ね、明後日から明後日からお前兵庫行くの。今日東です。え、マジで。なんだよお前。こっちはなんとかすっからよお前。今日まで一緒に頑張ってきた仲間との別れは辛い。ちょっとすごい嫌なんですけど。グランドオープンは大盛況。大船店最初で最後の日となった増田店長はやっぱり動揺していた。ともあれ大船店も満員御礼、空席なし。だが増田店長はここから大忙し。何せ2日後には兵庫にいなければならない。住まいはさっぱりとした部屋だが荷物もそれなりにあるはず。ちなみにこっちの家は何年住んだんですか。いやまだ1年経ってないかもしれないですね。現在一人暮らし。それも今回の移動の決め手の一つ。徳島県出身の増田店長、大学卒業後サービス業に憧れガイアに入社。持ち前の明るさと根性でわずか2年で店長に。今の心境は楽しみです。どういう結末が待ってるのか、どういう運命が待ってるのか。はい、翌日には会社が手配してくれた業者が来て引っ越し。荷物を送り出すと自身は愛車で兵庫へと旅立っていった。